姫路大博覧会は、姫路市の手柄山ほか3つの会場において1966年4月3日から6月5日まで開催された博覧会である。姫路城、昭和の大修理の完成を記念して挙行され、期間中に約150万人の入場者があった。博覧会の跡地は、手柄山中央公園及び遊園地として今も市民の憩いの場になっており、 かつてのパビリオンの一部も当時のまま存在している。期間中の交通機関として、姫路モノレールが運営されていたが、博覧会終了から8年後の1974年に、運休することとなってしまった。旧、姫路博程魔党現在の手柄山公園が、メイン会場であった。現在も残る西洋の城を模した、建築物や回転レストランは、 当時のパビリオンの名残である。また会場内にはロープウェイなども設置されていた。大手前公園にて開設された。陸上自衛隊姫路駐屯地の提供による防衛館として展示された。開会式当日、航空自衛隊のブルーインパルスによるアクロバット飛行が姫路市上空で行われた。博覧会期間中、陸上自衛隊による戦車及びヘリコプターの 体験登場が頻繁に行われ、また、姫路港にて、海上自衛隊による、護衛艦等の体験公開が3度行われた。名古屋山霊園にて開設された。名古屋山霊園ふつしり等、安原真の自主制作映画、明治天皇宇宙の旅のロケに利用された。ハット後に実際に、これらを連絡しているのは、万端連絡道路である。 さよなら姫路の回転展望台眺め見納めに、長蛇の列。神戸新聞ネクスト神戸新聞社。2018年6月9日閲覧。この機体は現在一覧特攻平和会館に展示されている。ありがとうございます。